皆さん、こんにちは。今回は韓国語学習の始め方についてお話しします。皆さんは YouTube を見てると、私が文法解説や単語の暗記の仕方、さらにはハングルの読み方などいろいろレッスンしていますが、肝心の韓国語学習は何から始めればいいのか、文法、単語、ハングルって思いませんでしたか？実際に私のレッスンでも、韓国語の勉強は何から始めればいいんですかって質問がめちゃくちゃきます。しかも最初はすごい熱心に韓国語の勉強を始めようとするんですが、私の経験上 99% の人が韓国語の勉強をやめてしまいます。そんなに？って思うんですが、皆さんも何かに挑戦してすぐに諦めてしまった経験ないですか？私なんか中国語を学ぼうとして発音の難しさに驚いて1日でやめた経験があります。さらに実はタイ語も3週間で諦めました。つまりそれだけ何かを始めて継続していくことは難しいことなんです。でも実はそれは皆さんが悪いんではなく、正しい始め方がわからないからだけなんです。逆に正しい始め方さえわかれば大丈夫なんです。それを知らないと 99% の人が韓国語学習を挫折してしまうように、皆さんも必ず挫折します。でもこの動画を見ている皆さんは超ラッキーです。では本日は、韓国語学習は何から始めればいいのか、具体的に何をどれだけ勉強したらいいのかをこの一本の動画で説明していきます。また私の YouTube レッスンを見ていても、どの動画を見てどの教材が自分に必要なのかもかなりの数の動画や教材の種類があるので分かりづらいと思いますので、そちらも含めて解説していきます。かなり貴重な内容ですので、ぜひ最後まで見ていってください。あと今回紹介する勉強方法以外にも、誰にも教えていない韓国語の勉強法を紹介していきますので、見逃さないためにもチャンネル登録をどうぞ。それではスタートです。まず韓国語が話せるというのは、ハングルの読み書きはもちろんのこと、さらには韓国の人と意思疎通ができる、そして資格試験でも上級レベルの級が狙えるということです。ではまず韓国語学習の全体像を見ていきましょう。韓国語の勉強は、1つ目ハングル、2つ目文法、3つ目単語、4つ目発音、5つ目才能の順番にクリアしていきます。特に5番の才能は、ある共通の人が持っている特徴なんで、時間が全然ないよって方は最悪5番だけはチェックしましょう。そして韓国語が伸びない人は、ハングルが読めないのにいきなり文法を覚えたり、発音の法則を知らないのに規則発音の単語を覚えたりと、勉強の順番がぐちゃぐちゃで韓国語は難しく感じ、諦めてしまっている人が多くいます。正しい順番で勉強しないと、どれだけ頭のいい人でも絶対に諦めてしまうのが韓国語。例えば、いくら背が高くて体格が良くても、走れない、投げれない、バットを持ったことがない人が野球をしても試合では通用しないですよね。まずはしっかり走れる足腰、筋力、そしてルールなどの基礎の部分がなければ、どれだけポテンシャルのある人でも絶対に活躍できないのと同じです。ですので、いきなり文法、いきなり会話という勉強方法は絶対にやめてください。うまくいかずに韓国語が楽しくなくなり、すぐに挫折してしまいます。でも正しい勉強方法を知っていると、楽しくて続けていけるんです。人間は楽しいと感じることは簡単に継続できるんですが、楽しくないと感じてしまうことは継続できない生き物なんです。ではなぜ私のレッスンが楽しく続けられるのか。それは毎回のレッスンで、わかるが生まれてくるからなんです。皆さんも勉強していて、楽しくないと感じることが多いんじゃないでしょうか。テスト勉強や受験勉強、さらには会社で必要な資格試験など、なぜならそれはあまりにもわかるとの出会いが少なすぎるからなんです。韓国語でもこのわかるがわからないになっている人がほとんどで、その多くの人が韓国語の勉強をすぐに諦めてしまっています。ですので今回のレッスンで、このわかるが続く、すなわち楽しい勉強方法を理解して、今年こそは韓国語を話せるようになりましょう。では韓国語の始め方の一つ目、ハングルを見ていきましょう。まず韓国語は絶対にハングルから学んでいきましょう。でも文字よりも会話がしたいですって言って教室の門を叩く人がいますが、先ほどの野球の例でお伝えしたのを思い出してください。まずハングルも読めない人が今後韓国語をスラスラ話せるようには絶対になりません。全くの初心者がプロ野球の試合でいきなりホームランを打つと宣言しているようなものです。目標としてはいいのですが、まずはじっくり丁寧に基礎を固めていくことが一番大切です。ですので、韓国語は、まず最初はハングルの勉強からです。ただ、ハングルは1週間もあれば誰でも読めてしまうぐらい簡単な文字なんです。下手をすると数時間で読めてしまう人もいるくらいです。よし、じゃあハングル読めるようになるぞ、と決めたそこのあなた。まずは、たったの4レッスンでハングルが絶対に読める。
ハングル完全攻略の動画をご覧ください。再生数からもわかるように、かなりの人気動画となっており、この動画だけで本当にハングルが読めるようになります。また動画と合わせて勉強できるように専用の教材も販売されていますので、ハングルが効率的に学べるようになっています。この動画と教材を使って勉強すれば絶対にハングルが読めるようになります。逆にこの動画と教材を使ってもハングルが読めないって人はいないと思いますよ。超おすすめですのでチェックしてみてください。それでは次に2番目の文法に入っていきましょう。韓国語はハングルで読めると次は文法の理解が必要となります。そして文法は韓国語を理解する上で超重要で、知っているかいないかでその韓国語の文章が分かったり全く分からなくなるほどの重要性を持っています。例えば비가왔기때문에추웠다、この文章の場合、비は雨、왔다は来る来るぐらい分かっても、기때문에추웠다、춥다、ん、何これってなってしまうんですよね。でも、ぎってむねが、ほにゃらのせいで、ちゅおったが、ちゅったの過去形で、しかも終止形、すなわち、ため口か、日記かなんかやろうなぁと推測することまでができます。本当に文法は知っているかいないかだけで、いくら単語を知っていても、文章の意味がわからないのはもちろんのこと、ただし、文章すら作ることができません。ただ、韓国語の文法は1000個以上の種類があり、初心者の皆さんでは到底すべて覚えられません。じゃあ、どうすればいいのか、ご安心ください。韓国語というのは日常会話ではほとんど決まった文法を使い会話しています。また皆さんも日本語を普段話すときにわざわざ難しい文法、ほにゃららに伴いや、ほにゃららの後になどのような硬い表現って普段あまり使わないですよね。伴いなら一緒に、後なら後と表現すると思います。それは韓国語でも同じなんです。もちろんニュースや経済、論文を読んでいくにはこれらの難しい文法も必要ですが、初心者の皆さんはとりあえず今は必要ない文法です。先ほども言ったように、わかるとの出会いが少ないと、韓国語は楽しくなくなり、すぐに挫折してしまいます。ですので、まずはわかるとの出会いが多い日常会話に必要な文法から覚えていく必要があります。難しい文法や使用頻度の低い文法は、皆さんがもっと韓国語が上達した後に学んでいけば十分です。じゃあ何個の文法を覚えて、その文法がどういう意味を持つのかを知っておきましょう。まず皆さんは最低100個の文法とその意味を覚えていきましょう。そしてその時に役立つのが初心者が覚える漢文法100選のこちらの動画です。この文法は韓国語初級者が中級者になるまでに必要な文法すべて載せています。しかも一つ一つの文法に意味はもちろんのこと、例文や比較、さらには他の複数の意味を持つ場合などの少し入り込んだ内容まで収録されています。とりあえず韓国語を話せるようになりたいのであれば、この動画に出てくる文法100個は絶対に覚えてしまいましょう。1日1個覚えれば約3ヶ月でクリアできますし、1日2個まで覚えられるのであれば、2ヶ月以内に文法は完璧になれます。この100個の文法力があれば、日常に出てくる文法であれば、ほとんど理解できること間違いありません。実はこの100個の文法で、韓国の人の会話約7割構成されています。もちろんこちらの教材も販売されていますので、動画と合わせて勉強してみてください。家では動画、外では教材って感じで使い分けて勉強するのがおすすめですよ。教材のサイズも英語サイズと普通の教材よりも小さいサイズですので、カバンにも簡単に入りやすく持ち運びにも便利です。またこの文法100選のポスターも販売されています。こちらのポスターは面白く、水に濡らすと壁にくっつく素材でできています。ですので、お風呂場に貼ってお風呂に使っている時にでも勉強できちゃう優れもの。もちろん普通の壁にも貼れますよ。私が今回紹介している動画や教材などは概要欄に URL を貼っていますので、興味のある方は見てみてください。他にも初級1、初級1ワークブック、さらには初級2、初級2ワークブックも販売されていますので、書き込んで勉強していきたい人にはこちらの4冊もおすすめとなっています。こちらの教材にはその解説されている文法の無料 YouTube 動画の QR コードがありますので、いちいち YouTube 動画を探さなくても、一発で今必要な文法のレッスン動画を見ることができます。ちなみに、アンニョン韓国語教室の教材の中で一番オーソドックスな教材となっています。それでは3番目の単語に行きましょう。まず最初に言わせてください。韓国語の勉強の中で単語が一番重要度が高いです。これなくして韓国語は絶対に話せません。じゃあなぜ一番必要な単語よりも先にハングルを覚えさせたわけ？単語を一番最初に覚えた方が良くない？と思いますよね。確かに単語は韓国語の中で一番大切なものです。ただ物事には順序というものがあります。この動画で何度もお伝えしている通り、韓国語を話せるようになるには継続することが絶対条件です。1週間、1ヶ月では絶対に話せるようになりません。その継続させるためのわかるを増やすために、まず最初にハングルを学ぶ必要があるんです。
もし単語から勉強するとすぐにハングルが読みたくなります。そして多くの皆さんが陥る負のループに入っていきます。単語を覚えてハングルが気になり、ハングルの勉強と並行して単語を覚える。ハングルが曖昧な理解で止まる。次に発音に興味を持ち始め、さらにその3つを並行して勉強。そうするとハングルの不規則な音の変化に苦戦し読めなくなる。そして発音を諦めて文法にも手を出し始める。そうすると丁寧に一つずつ学べば理解できたはずのものがいつの間にか膨大な量になってしまい、韓国語が急に難しくなります。そうなるともう時間の問題です。ほとんどの人が韓国語を諦めるでしょう。そうならないためにも、まずはハングル文字を勉強することを覚えておきましょう。では単語に戻って、単語はなんとなく想像がつくと思いますが、膨大な数の単語が韓国語にはあります。日本語にも数えきれないほどの単語がありますよね。ちなみに皆さんは日本語で何個の単語を知ってますか？ある言語学者の方が調査したところ、日本人の平均的な大人の知っている単語数は約2万語と言われています。学者の方や知識人なんかは4万語を超えていると言われています。そしてもちろん韓国語には日本語と同じように膨大な単語数があるんですが、私たち初心者の皆さんからしたらそんな数の単語なんかいちいち覚えられません。また実はそんな数の単語数なんか必要ないんです。じゃあどうやって韓国語の単語を覚えていくのか。それはもう私の代名詞と言ってもいいですね。そう、漢字語です。実は韓国語はもともと中国の漢字を使っていました。それが時を経てハングル文字として変わってきたんです。そしてそのハングル文字の作り方は、このハングルにはこの漢字、このハングルにはこの漢字と当てはめていったんです。すなわち、ハングルは漢字に直すことができるということです。漢字のプロである日本人の皆さんは、ハングル文字よりも漢字の方が圧倒的に読みやすいと思います。しかも漢字には意味がありますので、読めない漢字があっても、なんとなく意味を推測できますよね。例えば、避ける玉と書いて、飛球、すなわちドッジボール。他にも、海の豚と書いてイルカなどなど、なんとなく漢字だと想像ができると思うんです。でもそれは漢字を使っていた韓国語にも言えることなんです。例えば、ハングル語、こんな感じで、基本的に全部ハングルを漢字に変換することができるので、もしわからない単語があっても、皆さんは漢字に変換して単語の意味を推測することができます。実は日本人ですごいですよ。ただ、どのハングルがどの漢字に当てはまるのか、またそのハングルには2つ3つと別の漢字が当てはまる場合もあります。それを1から全て割り出していくのは至難の技です。そこでそれをまとめた教材、簡単漢字から覚える魔法の単語本が販売されていますので、そちらの教材で韓国語の単語を楽しく覚えちゃいましょう。サイズも手帳サイズの B6 で全ページフルカラー。しかもネイティブの発音付きですので、文字だけでなく耳からも単語が覚えられますので、大人気の教材となっています。またボリューム1から3と3冊販売されていて、合計で約1000個の単語が収録されています。でも1000個の単語しか学べなかったら数的に少なくないってなりそうですよね。いえ、違います。単語は漢字に変えて推測していくもので、天才でもない限り一個一個韓国語の単語を暗記するなんて不可能です。でも漢字語を知っていると、いろんな単語が出てきても変換し予測できるようになっていますので、実はこの教材だけで何万という数の単語が理解できるようになってきます。日本人にはこの覚え方が一番早く、しかも効率的ですので、昔からよくあるノートに10回ずつ書くとか単語帳を作るみたいな効率な勉強方法はしないでくださいね。またこちらのポスターも販売されていますので、お部屋や職場に貼って勉強したいという方はポスターもおすすめですよ。また YouTube でも体験版の音声動画がありますので、こちらもチェックしてみてください。きっと皆さんの単語の暗記に役立つと思います。体験版の URL は概要欄に貼ってあります。さあ、続いては4番目の発音についてです。皆さん、韓国語の発音ってどうですか？めちゃくちゃ難しくないですか？もちろん外国語ですので難しいのは当たり前ですが、特に日本人は外国語の発音が苦手な民族です。なぜならそれは日本語の発音数が他国に比べて圧倒的に少ないからなんです。少し考えてみると、日本語ってあいうえをパキッペコと数えていくと、50音にプラスシャーとかジャーなどの濁音や半濁音、陽音などを入れると約120音あります。では韓国語はどうでしょう？母音、子音、激音、ノ音、さらにはパッチムとあり、音の数で言うと約3000音あると言われています。それは日本人からしたら韓国語の発音が難しいのは理解できますよね。ただ発音ができないと相手にはなかなか通じません。日本語でもバットのことをハットと言ってしまったら通じないですし、
イントネーションも違えばよくわからない日本語にもなったりします。ハングル文字は簡単に読めるようになるんですが、韓国語の発音はそう簡単にはいきません。そして韓国語には不規則な文字の読み方が本当にたくさんあります。どういうことかというと、例えばこのハングルはどう読みますか？シピュッ、シビュッ、シムニュッ。どうですか？初心者からしたら全く想像がつかないですよね。実は一つずつ読むと、シピュッ。ただ韓国語には連音化というものがあり、左の文字が右に移動するというルールがあります。そうすると、シビュッとなります。ただ、この文字の場合、微音化といって、このように、シムニュッに発音が変わるルールになります。もちろん、日本語にも少し似たようなルールがあり、京都のことを、京都と読みますよね。誰も、京都とは言わないですよね。こんな感じで、書かれている文字と、実際に読まれている文字が違う発音が本当にたくさんあります。初心者の人や、少ししか韓国語を勉強したことがない人は、ほとんどこの発音について勉強していません。でも、わかるように、発音が正しくないと、自分の韓国語が本当に伝わらないものだと韓国の人と話した時に驚くと思います。確かにこの発音のルールは複雑ですぐには覚えられませんが、このルールを知らないと一生韓国語は話せません。日本人が英語の発音が悪いのもこのせいです。正しいフォニックスを知らないからなんです。多くの韓国語のレッスンではこの発音のルールは解説していません。だって複雑で理解が難しいですからね。でもこの発音から逃げていると一向に韓国語が上達しません。もちろんそれを知ったからといってすぐに発音が良くなるわけでもありません。でも発音のルールは覚えられるはずです。先ほども言いましたが、野球が上手になるには足腰が強く筋力があり、強いボールが投げられるだけではダメですよね。いくらすごい運動能力があっても、野球のルールを知らないと、たとえヒットを打ったとしてもどこに走ればいいのか、また走らなくてもいいのかわからないですよね。それは韓国語も同じ。ハングルを覚えて、文法単語と覚えていく、そしてしっかり発音のルールも覚えていかないとダメなんです。今回のレッスンで出てきた全ての項目を順番通り丁寧に覚えていきましょう。どれか書けるとどこかで総崩れします。発音は難しいので後半にやっていくものですので、間違っても最初から発音の不規則などの勉強はしたらダメですよ。複雑すぎて韓国語は嫌いになってしまうかもしれません。そしてもちろんこの発音のレッスンですが、ハングル発音完全攻略で解説しています。ここまで細かく丁寧に韓国語の発音を解説しているのはこの動画ぐらいですよ。この発音ができれば綺麗な発音の韓国語が話せるようになるんで、ぜひ挑戦しましょう。もちろんレッスン動画だけでは難しいと思うので、こちらの教材も販売しています。動画と教材を合わせて勉強すれば絶対に理解できるようにまとめていますので、私を信じて韓国語の発音に挑戦しましょう。そして最後の才能です。そう、皆さんだって韓国語の才能があればもっと簡単に韓国語を話せるようになるわと思いますよね。いいえ、私が言ってるのは生まれつき持っている語学の才能や地頭のことではありません。では何の才能が語学には必要なのか。それは続ける才能です。いくら時間があっても、お金があっても、また頭が良くても、続けられないと全く韓国語は伸びません。皆さんもいろいろなことに挑戦し挫折し、今まで何度も諦めてきましたよね。もちろん私も中国語、フランス語、タイ語などなど少しやってみたけど継続できず、すぐに諦めてしまいました。先生って頭いいからすぐ喋れそうなんてよく言われたりしますが、それは絶対にありえません。現に中国語もフランス語も全く話せません。確かに語学のポテンシャルは少し人よりも高いかもしれませんが、結局続けないと語学は上達しません。もちろんそれは韓国語でも同じです。そして韓国語を話せるようになった人の共通点は、続けた人。この一点につきます。ハングルが少し読めても、文法が分かってきても、単語の暗記が苦手じゃなくても、それを3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1年と継続していく才能が必要なんです。じゃあこの才能ってどうやって手に入れられるの？それは2つの方法があります。1つ目は意地です。何が何でも韓国語を話さないといけない状況を作ることです。例えば留学や韓国の方と結婚して向こうに住む、または大学や会社などで求められている資格取得など、それがないと先に進めない状況などを作ってしまうと嫌でも続けるしかないので、韓国語が上達します。ただかなりの苦痛と犠牲を伴う勉強方法ですので、ご自身の生活に合う勉強スタイルなのか、またはそこまでの環境を作れるのかもポイントになります。そして二つ目は私がお勧めしている勉強方法で、楽しいです。人間は分かるイコール楽しい、分からないイコール楽しくないと感じてしまう生き物です。そして楽しいことは続けていけます。例えば韓国語で、チョヌンは私はという意味ですが、実はチョンも私はという意味になります。
チョウの下にヌンのニンを持ってきてあげてチョンに省略することができちゃいます。じゃあこれはどうですか？イゴプラスヌン、そう、省略するとイゴンになりますよね。このように一つ分かると他の単語でも応用していけるんです。どうですか？こんな感じで分かるレッスンって楽しくないですか？でもこの文章見てみてください。もし5分前に家を出たら電車に間に合っていたのになぁ、みたいな感じの意味の英語なんですが、これは実は if の省略が起きていて、さらに had の統治法が適用されているので、過去完了の had が主語の前に来ています。どうですか？楽しくないですよね。間違ったことは言ってないんですが、わからないので楽しくないんです。これじゃあ続けることはできません。じゃあ皆さんどうやって韓国語を継続するの？それは簡単。楽しいと思う韓国語の勉強方法で韓国語を続けていけばいいんです。そしてこの動画を見てくれてる方の多くが、私のレッスンが楽しいと感じてるんじゃないでしょうか。なぜ他のレッスンより楽しく感じるのか考えたことないですか？それはいろいろな経験に基づいて工夫してレッスンしているので、皆さんの多くが私の動画で楽しい、わかるを実は実感してるんです。まず、アニメーションで親しみやすく、簡単な言葉での解説、イラストを多くした内容、さらに専用教材にフルカラーのポスターや単語帳などなど、皆さんが楽しいと感じることに重点を置いたレッスン形態になっているんです。そして、徹底的に初心者でもわかりやすいを基準にして話してますので、わかるに多く出会える内容になっています。ですので、この動画に出会えてる皆さんはラッキーです。皆さんに必要なレッスンに必要な教材はすべて揃っています。あとはとりあえずでも、だらだらでもいいので、まずは動画を見てください。教材を開けてみてください。いやでもわかるに出会う内容になってますので、知らず知らずのうちに楽しいかもって続けていける自分に気づくはずですよ。さあ、今年こそ絶対に韓国語を話せるようになりましょう。韓国語を話せると本当に人生楽しくなりますよ。それでは本日はここまで。また別の動画でお会いしましょう。